こんにちは、信頼リーメンバーの高橋です。本日は ES 徹底添削企画となっておりまして、新卒の学生と岡本さんに来ていただきました。岡本さん、自己紹介の方お願いいたします。はい、うずうずの岡本と申します。ひろさんチャンネルという YouTube チャンネルで面接対策の動画とかを出しています。公式 LINE では私が今まで出した動画をですね、全部分類分けをして内定が出るようにその順番だったりとかカテゴライズされているので、ぜひチェックしていただければと思います。ということで早速本日出演してくださる就活生の方、挨拶をお願いいたします。立教大学外国学部英語学科から参りました、熊澤美と申します。本日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで早速 ES 設定添削を岡本さんと学生で進めていただければなと思います。梅さん、今就活の状況どんな感じですか？就活の状況は6月頃に少しやり始めてたんですけど、学校のこととかいろいろアルバイトとかあってそんな進められてないって感じです。なるほど。サマーインターンに応募とかっても始めてますか？一応応募したんですけど、それも選考なしとかワンデーばっかです。うん、なるほど。じゃあまだ成功あるのものには挑戦したことがないっていうような感じなんですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ早速岡本さん、 ES 添削まず自己 PR の方から梅さん、はい、お願いします。はい、では自己 PR お願いします。はい、私の強みは悔しさをバネに成長するところです。大学入学までアルバイト経験をしたことがありませんでした。そのため入学後に始めた飲食店のアルバイトでは周りの人たちと比べ仕事も遅くミスをすることも多々ありました。周りより劣っていることが悔しかった私は、そう埋めようとまずマニュアルを手で書き写し、社員の動きを見て学び、わからない点は積極的に質問していきました。そして覚えては実践を繰り返した結果、作業効率も上がり、2年経った今では社員が任される仕事やお金の管理まで任せてもらえるようになりました。この成長しようとする姿勢は、私が幼少期から高校まで続けていた剣道、そしてサッカーを通して学んだ、やった分だけ成果はついてくるという考えから来ていると考えています。仕事においても常に成長する姿勢を忘れず向上心を持ち取り組んでいきたいと考えております。はい、ありがとうございます。はい、ゆめさん、自己 PR ありがとうございます。岡本さん、今の自己 PR だけを聞いてアルバスでお願いいたします。はい、添削をして改善する余地がたくさんある、素晴らしい伸びしろがたくさんある自己 PR だなと思いました。はい、早速添削の方お願いいたします。はい、奪ったしたんですけど、全然ダメとかではなかったんで、ショックを受けないでいただければなと思うんですけれども、じゃあちょっと自己 PR 内容入っていこうかなと思うんですけれども、話してくれた内容が、悔しさをバネに成長できるよっていうふうなところでアルバイトの経験を話してくれたんですけれども、改善できるまずポイントとしては、自己 PR の、構造自体をよりアピールにつながるような、そういう、構造にしていきたいなと思いました。もう結構型みたいなものがあるんで、その型を最初にお伝えしようと思うんですけれども、自己 PR の構造ってどういう風になってればいいかっていうと、まず最初にタイトルは今回、ちゃんと私の強みは悔しさをバネに成長するというところでありました。で、その次が前置きで、次が課題、こういう問題がありました。で、次が決意で、その後、ここまでは、比較的その構造に沿っていて、良かったんですけれども、その後がその課題を解決するための具体的な取り組みが 1,2,3 大体3つで、その3つをやった結果こうなりましたという、成果の部分ですねを話して、で最後にタイトルを繰り返して終わる。これが、基本的な自己 PR だったりとか、ガクチカでも同じなんですけれども、これが結構おすすめのテンプレートだったりします。で、そこから、考えていくと、今回の自己 PR でいくと具体の部分がなかったんですよ、あまり。で、具体の部分は、あったんですけれども、抽象度が高かった。具体的にどういうところが抽象度が高かったかっていうと、先輩の動きを見て学んで質問したとか、覚えて実践を繰り返した結果作業効率が上がったというところが具体的なところなんですけど、ここの2つを聞いてもどういう風な仕事ぶりなのかとか、どういう風に頑張ってくれる人なのかっていうのが伝わってこない、もったいない内容になってしまってるんですね。なんで実際に取り組んだことを、もう少し具体的に伝えていくとより良かったりします。っていう視点で見た時に、実際どんなことを、取り組んだんですか、やったこととしては。実際私がやって効果があったって思うことは、バイトから帰ってきて
自分の中でシミュレーションしたっていうことが一番大きかったかなと思います。実際に目の前にお客さんがいると想定してどのように接客するかっていうのを繰り返し実践したっていうのが一番大きかったかなと思います。ちなみになんですけど、何のアルバイトされてたんですか？まあ、飲食店で韓国料理のアルバイトをしてたんですけど、レストランっていうよりもフードコート内でやる感じだったので、ホールがいない感じですかね。じゃあレジ兼キッチンみたいな。そうですね。自分の中のシミュレーションっていうのは どういう感じなんですか？一人でやってるんですもんね。そうですね、はい。実際にお客さんがいるって想定して、まずいらっしゃいますから入って、実際にメニューを伺っているつもりで自分で実際にやっていくみたいな感じでした。めっちゃあれですね、家でそんな練習する人ってあんまり多くないと思うんですけど、すごいですね。とにかく早くうまく設計できるようになりたいっていう気持ちが一番強くて、とにかくやってました。それ以外になんか作業効率上がったのとかは何をやったら良くなったんですか？他にはとにかく社員の方に質問して、それを常にメモ取る習慣をつけたっていうのが大きかったかなと思います。じゃあまたちょっと別の切り口からいければと思うんですけれども、この、自己 PR を伝えてどういう結果を得たいかっていうと、その自己 PR を伝えた結果、この人を採用したらうちの会社でめちゃくちゃ活躍してくれそうだな、そういうふうに思ってもらえると通過になりやすいんですね。そう思ってもらえるようなことを伝えるっていうのが自己 PR で大事なことになるんですけれども、それを伝えるために重要なことって2つあって、1つ目がまず今聞いてた具体的な取り組み内容、仕事っぷりの内容が良い取り組み方であるかどうか、2つ目が実際にそれをやった結果のどんな素晴らしい成果を出しているか、どんだけいい取り組み方をしていても成果がつながってなかったら結局仕事においても活躍してくれないんじゃないのっていうふうになるので、成果が大事で、成果を出しましたって言ったとしても、それに紐づく具体的な行動が確かにそんなしっかりやってたら成果につながるよねっていうふうに思われるような取り組み方じゃないと、それただ口で言ってるだけなんじゃないのっていうふうに思われてしまうみたいなところあるんで、この2つがセットであることが大事なんですけれども、その時にこのアルバイトにおいて出した成果として、これはですね、すごくいい内容を書いてくれてるなと思ったんですけれども、社員の方が任されるような仕事とかお金の管理をやらせてもらえるようになったってことなんですけども、この成果本当に素晴らしい成果だなと思うんですけども、これは社員が任される仕事って具体的にどんなことを任されるようになったんですか？多分お金の管理とかだけになっちゃいますけど、ワンオペお金の管理になっちゃいます。お金の管理って具体的に何やるんですか？レジの締めとかですか？最初のレジ準備であったり、レジの締めだったりです。ちなみにそのアルバイトの中で唯一任されてるんですか？レジ指名に関しては私が基本的に任されていました。じゃあそれを任されるのに至った大きい要因って何だと思います？その成果が何が評価されて小沢君にそれ任せるよって なったと思います。成果につながった具体的な要因です。想像でいいですよ、きっとここ評価してもらえたんじゃないかなと。昔からなんですけど、結構真面目って言われることが多くて、自分から積極的に動くっていうのが一つの要因かなと思って、結構抽象的になっちゃうんですけど、そのレジに人がいなかったら自分が行ったりして、料理出す人がいなかったら次は自分がカバーしてっていうのを自分から積極的に動くようにしてたから評価されたのかなって思います。あと他に何かありますか？あとは社員の方とコミュニケーションを取ってたっていう点もあるかもしれないですね。いいですね、いいですね。お客様が来ない時間帯とかだと、社員の方と雑談じゃないですけどコミュニケーションを取ったりして仲良くしていただいたこともあるのかな、想像になっちゃうんですけど、その点もあるのかなと思います。 OK です。じゃあ今お話聞いた内容を元にちょっと自己 PR こんな感じでやったらどうでしょうかっていうのをちょっとサンプルを出していこうかなと思うんですけど、ちょっとまとめるので待ってもらっていいですか？では小本さん、はい、原作バージョンを小本さんの方からお願いします。はい、じゃあいきます。じゃあ自己 PR お願いしますって言われたら、はい、私の強みは悔しさをバネに成長するという点です。私は現在まで2年間フードコート内での韓国料理店でのアルバイトをしております。でこちらの仕事ですね、アルバイトが初めてだったというふうなこともあり、あまり正直仕事ができなくて、お客様からお叱りいただいてしまうなど、自分が情けないなというふうな思うことがたくさんありました。ですが、せっかくこう働く機会をもらったからには、絶対にいい接客だったり仕事をして周りから頼りにされるような存在になりたい、そういうふうに思って
その現状を変えようと取り組んできました。具体的に行ったことといたしましては、まずはやはりメインの接客がしっかりできるようになることが重要だというふうに思ったので、慣れるためには普通のアルバイトの時間だけでは足りないと思ったので、家でそのマニュアル通りの接客をできるように自分一人で実際のお客さんがいることを想定して、何度もマニュアルに書いてあるパターン全てを練習して、実際の本番というかアルバイトのタイミングで忙しくても、何も考えなくても良い接客表情で対応できるようにするっていうのを取り組んでいきました。またそういうことをどんどん繰り返していった次のステップとしては、フードコートということもあり、かなり狭い範囲でその接客だけじゃなくてレジをやったりだとか、商品をお客さんにお出したりだとか、その複数の役割を一人が担うこともあったんですけれども、そういう接客ができるようになったその次には今度レジを覚えて、それも繰り返し練習して、周りの人が困ってる時、足りなくてお客さんをお待たせしている時っていうには、その時に必要な仕事のヘルプっていうのを自分の仕事をやりながらも周りを助けるというふうなことを心がけていきました。また、そういったことをやる途中過程では分かんないこともたくさんあったんですけれども、そういった時にはお客さんがちょっといない時間帯であれば社員の方とコミュニケーションを取ることができるので、さっきこういう時ここで失敗しちゃったんですけど、そんな時何々さんってどうしてますかみたいな、そういう積極的なコミュニケーションを取ることによって社員の方と同水準の考え方、仕事のレベルっていうことをできるようになるように追求し続けました。そうしたことを行った結果なんですけれども、現在ではそのアルバイトスタッフの中で唯一そのお金の管理ですね、締め作業だったりとか回転作業の部分まで任されるようになりまして、社員の方と変わりなくそのいろんな仕事を任せてもらえるような状態にもなりました。そのように私は悔しさをバネに成長するということができる、それが私の強みだと思ってます。こんな感じです。ありがとうございます。なんかざっと聞いてみて違和感とかありますか？自分の内容と思えないほど具体的で、全部聞いたことをこう組み合わせて最初にお伝えしたテンプレートに入れてるだけなの、なんか聞いてて分かったと思うんですよ。うん、なんか一人のエピソードが一気にチームのエピソードになったなって思うのと、やっぱり学生だとどういう風な話をしたら会社で活躍できそうと思わせられるのかとか分からないんです。確かに分かんないですよね。だからこそちゃんと会社で働いてた人に添削してもらうのがすごいんじゃないかなと思います。では、ガクチカお願いします。はい、私は飲食店のアルバイトでお客様の好きにこだわる接客を心がけました。具体的に言いますと、お客様からおすすめ何か尋ねられた時の対応の工夫です。以前は単にマニュアルで指示されているおすすめを言うようにしていました。しかし、そのおすすめの方法では多くのお客様が悩んでしまうことから、どうすれば改善できるかというのを考えました。改善策として、マニュアルにあるおすすめの提案とは別に、お客様の好み、例えば辛いものが好きか嫌いかや、お客様がご飯派か麺派かなどのいくつかの質問を通して、お客様に合いそうなおすすめを提案するようにしました。そのような工夫を行った結果、お客様の悩む時間が減り、私の感覚ではありますが、お客様より満足されたように感じました。で、この経験から、お客様に寄り添い、お客様が求めている本当のニーズを引き出すことの重要性を学びました。かしこまりました。ありがとうございます。岡本さん、早速また態度、丸バツの方お願いいたします。はい、じゃあ丸バツ行こうと思います。はい、伸びしろたくさんあるのでパワーアップしていければと思います。ちょっと微妙かなと思ってしまったのが、このアルバイトってフードコート内での接客じゃないですか。フードコートって回転率とか過去月10件ほどあったクレームっていうのが大体 3,4 件ぐらい